一人じゃ無理だってな。俺だってアジ食べたいよ。ここは和食なんですか、中華なんですか、イタリアンなんですかっていうぐらい美味しいですよね。ふざけーって出てきてさ。はい、やってきました門前仲町、ね、いいとこですね門中。ここはね、ほぼ東京の門中。飛ばしますな、最初から。今日はですね、あの方が、モノマネの達人のあの方がからお誘いいただきましてですね、生で見れるというぜひぜひということなので参りましょう。楽しみです、楽しみです。右足を踏み出してる感じが何ともいいですね。行くぞっていう感じ。門前仲町の辰巳新道、吉田類さんが喜びそうな小料理屋さんもあるの、ね、飲み屋さんだけじゃなくて。いや、これでも夜歩きたいね。ネオンが灯ってからね、またね、なんか親父のワンダーランドって感じだね。親父のワンダーランドって感じだこれ。なんか小横川を渡ってボタン町へ。ではでは、こういう日を本当に、お元気そうで良かったです。うまい。ビールってなんでこんなに、生ビールは特に美味しいんだよね。家で生ビールって飲めないじゃん。そうですね。あのね、ピーマン肉詰め。あれも生のピーマン。肉詰めして3個にします。1人1個ずつ、美味しいよ、すごい。トーストプロデュースの餃子。え、トースト揚げ餃子。はい、こちらなんか看板にあったね。これでしょ。はい、トーストすぐ近くにある。スポニチとトーストだよ。青森ニンニク3倍、はい、じゃあそれに行ってみよう。行ってみましょうか、はい、トーストプロデュース揚げ餃子、箸入れしてください、うん。アジフライも来ましたね。トースポの味するね。トースポの味ですか。スポニチじゃなくてトースポの味するな。うん、来ました。緑のつくね。こちらの名物なんですよね。これがね、うまいんですよ。この生のこのピーマンの中に、ピーマンも生なんです。そう。このパリパリっていう感じがね、うん、いいんですよね。ここのアジフライも、うん、最高ですか。翔丸さんのアジフライ本当に美味しいよね。間違いなくさっきまで泳いでた。泳いでた。これも美味しいですよね。タコブツ、いいタコですよ、ね、タコ社長の出る前に。タコ社長出る前に、うん、もうトラさんしかなんだトラさんできないとモノマネじゃん。ちょっとダジャレも叶わないかもしれない先輩、今日は。ちょっといいか、いや、味っていうのはな、味わって食べるんだぞ。ダジャレ王がタジタジになってる。今日はダジャレ王が来てるんだから、それに食べてもらうんだぞ。いいか、味だろ。味わって食べなよ。でもな、もう一歩進まないとダメだよ。それが、あの社長。トラさん、トラさん無理だってな。俺だってアジ食べたいよ、トラさん。よかったね、生で見せて。他の客さんからお金もらえない。トラさん、これ美味しいですね。あ、そうですか、ありがとうございます。スポニチじゃなくてやっぱりトスコだし。どう見ても温かいうちに。うまいんですよ、これがまた、うん、うまい
うまい。これはうまい。だからここは和食なんですか、中華なんですか、イタリアンなんですかっていうぐらい美味しいですよね。あの見延都知事もいらっしゃいますから、そろそろ見延都知事、東京都の東京都の燃えないゴミは水曜日出してください。ああ、ケーシー高峰さん、いやいやいや、中尾ちゃん久しぶりだな。俺も死んじゃってさ、ブラッチここが秩父でいろいろあるけど、ブラッチって出てきてさあれ日大上場の先輩だ。そうですよね、医者になれないでこれ芸術学部に行ったんだよ。ブラッチみかんの皮みたいな顔してさ、ブラッチダメだ、もう今日はダメだ。いない劇場だ。稲井さんの18番は、ね、歯磨いててね、あれみたいな、なんか誰かに入れてたらなんか誰かに似てるなって。ポールさんにそっくりって番組に出てもらったら向こうから帰ってきてよ、同じ60代、70代以降を幸せに、楽しく、豊かに暮らすにはどうしたらいいか教えてください。いや、だからあの昔はね、70、80代だったら、いわゆる元気がね、ただの年寄りだったのよ。今、元気なんだよ。元気なうちは使って、だから年寄ってる人だって元気な人は働かせた方がいいんだよ。そうですよね、働いてるとますます元気なんだよ。もっと頑張ってくんなくちゃ。だって90いくつだって元気な人いっぱいいるじゃない。先輩ありがとうございます。働かなきゃ。インドの花が咲いてる。そこに帰りますね、やっぱり。なあタコ、どれだよ。俺だってそれを言いたかったんだよ。ありがとうございます。すみません、帰ってごちそうになりました。何？すみません、ごちそうでした。地元はね、いいか、地元に来たらな。地元の人には、まあ、今が元気だよ。な、こう来たら、団子屋に来たら、全然すごくないんだよ。ありがとうございます。じゃあ最後に2人で、フラッチフラッチ最高に楽しかったです。